今生息するものがあんまりにも多すぎて追いついておりません。すいません、本当に。今日マネちゃんとさ、その生息のね、話とかミーティングが入って、収録の後すごい綺麗にスプレッドシートにまとめてくれてて、これがまだ終わってません。わあ、いっぱいなあ。そして、あー、これも、あれも、それも、これも、これも、あれも、進めたから、わあ、いっぱいなあ。マジでさ、今年の目標でさ、いろんなね、コンテンツを作っていくって言ったやん。もうね、それをやろうと思ったら、すんごいいっぱい、すんごいいっぱいね、やることがいっぱいある。大変だなあ、コンテンツ作っていくのも、と思ったわけ。ついにディスコードにタスクチャンネルができました。リマインドチャンネルだけじゃなく、タスクチャンネル、トゥードゥーリストみたいな感じでタスク管理してくれるタスクチャンネルができました。ついに。いや、だからさ、一日休んでいろんなタスクを処理する時間っていうのもね、作んないといけないなとも思っているわ。もうちゃんとここはもう仕事も入れない、遊びにも行かない、ただパソコンと向き合うだけ、テキストをひたすら打つ日みたいな感じのね、やつをやんなきゃなーって。今日は作業デーです、今日はタスクデーですみたいな感じでお休みもらうみたいな、曜日関係なくね、みんなにお知らせして、今日はタスクデーです。体調が悪いわけじゃありません、仕事が終わらないだけですみたいな。この仕事が終わらないだけです、すみません、今日終わるタスクやります。正直に言おう、みんなに正直に。休めてはない。